あるリーチは、イギリスロンドン出身のプロ野球選手、実業家、球団オーナー。左曲げ左打ち。現フィラデルフィアフィリーズの創設者及び、初代オーナーである。父親は、クリケットの選手で、アメリカに15鉄工所で働きながら、余暇に野球をしていたという。リーチは徐々に二類種としての才能を示すようになり、1865年には、 フィラデルフィアのアスレチッククラブが25ドルの報酬の見返りにクラブに加入させ、リーチはまだプロ野球リーグのない頃から早々とプロの野球選手となった。アスレチッククラブは1871年にナショナルアソシエーションに加盟し、1年目にリーグ優勝を飾る。リーチは1875年まで野球選手として試合に出場しながら、 野球に関係する事業を起こし始めていた。野球の試合の合間を塗って、タバコ店を開いていたそうで、1874年には、スポーツ用品の製造会社を設立し事業を拡大した。この会社は1889年に、アルバートスポルディングに売却され、後にアメリカンリーグ創設後リーグの公式球を製造、また1909年には、 コルクシンを使った野球ボールの製造特許を取得するなどしている。事業に成功したリーチは、1883年に、弁護士のジョン・ロジャースと共に、前年破綻した、ナショナルリーグのウースター・ルビー・レッグスのフランチャイズ権を購入、以前所属していたアスレチックスの除名以来、プロ野球チームの本拠地がなかったフィラデルフィアに、クエーカーズを創設する。 翌1884年には当時名監督となっていたハリー・ライトを監督に招き、自身も新しい球場を2つ建設するなどし、チームはナショナルリーグの競合チームの一つへと成長した。リーチは1902年にフィリーズを17万ドルで売却して球団経営から退き、1928年にアトランティックシティで死去した。順位は、 年度最終順位、ありがとうございます。